ということで皆さんこんにちは、アニハセヨ、マイピーでーす。ということで本日はですね9月の22日そうナヨンさんの誕生日セール中かよということでね、もうナヨンさんがね、まあ僕の1個上なんで日本の年齢で言ったら25歳、韓国の年齢で言ったら26歳の誕生日ということで、そうなったらさセール広告とかセールカフェじゃないですかということでね、まあ、今回私カフェ探してきました。私のこの情報網たるやもうめちゃめちゃ頑張って探しましたけど、まあ1箇所ぐらいしか見つからなくてわざわざ本殿の方まで来ました。キラン、いやね、本でめちゃめちゃ久々、どんだけぶりっていうぐらい本で久々来たんだけど、まあ人少ないかもね、やっぱコロナの影響もあるのか知らんけど、てかこんな昼間に本で来ることないからあれだけど、一番繁華街のところには僕まだ行ってないんでちょっと後から行ってみようかなと思うんですけど、まあ早速なんですけど僕が見つけてきたセンイルカフェ、ちょうどね今日までですね、おぬるかじ、はい、今回ね見つけましたよ、こういうのハッピーナヨンデーっていうことでね、こちらねどのマスターさんだったっけな、タイムフォートワイス&アイムバニーボンさんですね。アイムバニーボンさんはちょっと僕も何回か見たことあるマスターさんなんですけど、そこの方たちが企画してるこんな感じのカップホルダーですね。まあカップホルダーの文化ね知ってる人も多いと思いますが、これね誕生日ってなったらこうねファンの人たちがこう有志でカップホルダーを作って、カフェの人にお願いしてそのカップホルダーをつけて、買った人にはそのカップホルダーつきますよみたいな、してくださいみたいな文化があるんですよ。でまあ日本でもね結構カップホルダーの文化多くて、いろんなとこでやってたりとかするんですよ。なんですけど韓国はまあ皆さん見れないじゃないですか、行けないじゃないですか今。だから僕が代わりにどんな感じか見てくよ。だしちょっとね行きたかったかな、行ってくる。一人でねこんなことやってますけど、私今日もねゆうじくんはいません。A few inches later. まあもうすぐ近くっちゃすぐ近くにねタクシー止めてもらったんで、どこだったっけな、イーチュン東映。ここだ。はい、ということでここですね、います。もう外見も可愛いね、感じ入り口の感じも可愛いでございます。さすが韓国、入って買っていきましょう。アイスアメリカーノ、アイスアメリカーノ、アイスアメリカーノ、ね、あ、クッキーどっちせよ、レッケドリッカーよ、で、세계하셔요세계드리는데요아네세계드릴까요네세계주세요부탁해요はい、ということでもう曲もツワイス、もうすごいですね。はい、ナヨンさん、はい、セール中かへよでね、ナヨンクッキーって書いてるんです。ナヨンクッキーここにありますね。これも一応買いました。で、カップホルダーがこれですね。なるね、あらららららら、ら、かわいいね、すごいかわいいよ。はい、ということでバチバチに著作権かかってるんで声がピッチ補正しててね高くなってると思うんですけど、ごめんなさいね。ということでカップホルダーいただきました。でね、ほちゃんとアイスアメリカなんで、これは別であるんでちょっとサムネのためにつけます。うわ、ナヨンさん、大丈夫だよ。これが韓国のセイルカフェですね。で、ほら、クッキーも3つついて、いい感じじゃないですか。で、なんか俺これ知らなかったんだけど、カードついてきました。やめて、やめて。トレカが2枚、2枚ずつついてるね。多分これクッキーとね、コーヒー頼んだからだと思う。これもついて。あ、ステッカー、ステッカーかわいいよ。インナーヨンって。おっと謎のついちゃん。え、ナヨンさんのバースデーだね。どこ見てもナヨンさんだもんね。え、でこのついでに来ました感のついちゃん何？
もう2枚もね、ついちゃんなんですよ。なにこれ謎のついちゃんもいただきました。まあ、せっかくなんで、いただきます。いいね、なやまさん。なやまさんもバースデーですよ。じゃあこれ3つあるんで、1個作っていいですか。ねえ、やってんだ俺。俺一人でこんなさ、ラブリーなとこにいんの、すごい恥ずかしいんだけど。店員さんがすごい優しい人だから動画撮っていいよって言われたけどさ。おいしいよ。ホワイトデーでもらうギリチョコぐらいの味です。合うね。コーヒーと合うわ。ん？これさ、これいったやつだ。これわしがサイン会行った時の、なやまさん。これも動画撮ってくれた時ですね。なやまさんがめっちゃ踊ってた時のなやまさん、これ。あ、괜찮은데계속찍어봐예쁘게나가만히계셔도되겠어요아니야이거뮤비야아진짜이렇게했어괜찮아다올라온다主催の人の写真なんですけど、これってで、主催の人と僕絶対会場で会ってますねうん、これもそう。なんかユージ連れてくればよかったね。完璧忘れてた。誘ってない。だから曲制作忙しいんだもん、あの子。ここもさ、昨日来ようと思ったんだけど、完璧に俺編集で疲れて寝ちゃって、だからもう今日はもうオールで動きました。今日までなんですよ、ここが。今日が誕生日だからね、なやまさん。今日までなんで、なんかカフェとかね、いいよね。だから去年はさ、僕こう千切り広告出したじゃん、大阪に出したんですけど、ちょっとカップホルダーもやろっかな。どうすか皆さん、日本でこう出したりとかねしたいですよね。ももちゃんのバースデーでちょっとカップホルダーちょっと考えます。ちょっと頑張るんで、皆さん期待して期待してて、ちょっと今年は日本でもね、なんかできればなっていう。韓国でもやろうとは思ってるんですけど、ちょっと日本でねやってみたいじゃないですか。ちょっとやってみますなんか一人で来る、やっぱなんか一人で来るの寂しいな。みんな友達と行ってね。なよんさんの誕生日だから祝いたくて来たけど、みんなは友達とこういうとこ来るんだよ。